マットルブランの元気かいハリウッドはイギリス BBC とアメリカショータイム制作のシットコム。2011年に第1シリーズが放送2012年に第2シリーズが放送2017年に最終第5シーズンで終了した。制作葬式、脚本はデビット・クレーン、監督はジェームズ・グリフィス。日本では 第一シーズンが2011年11月からワウワウのコメディバザール枠で放送している。また、コメディバザール枠で初めての日本語吹き替え版作品でもある。なお、このドラマでは日本語表記がマットルブランクからマットルブランに変更されている。仲の良い脚本家夫婦のショーンとベバリーは自身の作品をハリウッドでリメイクするためにハリウッドに引っ越す。リメイクでは 主演俳優を、ベテラン俳優を予定していたが、マットルブランに交代となってしまう。マットルブランが帰ってきた。エピソード1マットの怪獣作戦、エピソード2マットは、男の憧れ、エピソード3マットの真剣争い、エピソード4マット、上気の進すすめ、エピソード5マットとの事故、エピソード6マットは、シナモンの香り、エピソード7。ありがとうございます。